しっくしょー、いい加減にしやがれ。バトラ君、こちら。あんたごときにロノウェ様が焼いてくれたクロワッサンなんてもったいないもん。私が美味しく食べちゃおうかな。俺の朝飯返しやがれ。今返したらデコピン一発で許してやる。もしも食ったりしてみろ。代わりにお前を食べてやるぞって。私を食べられるものなら食べてごらんなさいよ。きっとパンケーキの蜂蜜のように甘いから。捕まえた。今はてめえの太ももよりそのパンが食いてんだ。おとなしくそいつを返しやがれ。ふっかっギッ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 。こいつ最後まで抵抗を。ダメよダメよ、あげないもん。クロワッサンも私に食べてほしいって思ってるもん。イエーイ、ヤッホー、はよーバトラー。こいつ朝っぱらからまだくよくよしてるのか。新しい一日とゲームの始まりであるぞ。元気出していってみよう。朝から絶好調なようで何よりだ。バトラどういうことだ、ロノウェイ。元気そうじゃねえかよ。膝抱いてないし、返事してるし、というか食事中だったし。いえいえ、毛布の中で膝を抱くようにぐっすりお休みでございまして、お目覚めの時間をお知らせしたのですが、まるでお起きになられず、食事をしようにもいたずら猫が迷い込んでそれどころではなかったようって。よく言うぜ。てめえこそ前回はでっかく騙してくれやがったじゃねえか。事情はさっぱりだが、朝からいい気味だぜ。とりあえずロノウェイ、朝からナイス。恐れ入ります、バトラ様。